들어서 쓰고 있었다. 근데 그 위조 지폐가 바로 식별이 거의 불가능한 초정밀 위조 지폐, 전설의 슈퍼K라는 거지. よろしくお願いします。わかりました。はい。いや、初めて聞きましたね。初めて。私あの印刷工場が入ってたのと同じ建物に住んでましたけど、そんな話は聞いたことない。あの印刷班のスタッフって私みんな知ってるんですよ。北朝鮮の話なんていうのは全く聞いたことがありませんし、まあ、そういう人たちが背後にいるだとかいうようなことも含めて当然ですね。ありがとうございました。お疲れ様でした。オウム真理教の全盛期っていうのはバブルの時代、日本人たくさんお金持ってて、でしかもオウム真理教っていうのはたくさんの出家者、これを取るんですけど、出家するときに自分の財産、家とか不動産をボンと出すわけですよ。そうすると、まあ、あの最後の94年95年ですね、一円の事件で教団が崩壊するその直前なんか相当の資金がそれで集まってくるんですよね。だからこう偽札をやるってことはリスクがあるじゃないですか、うん、そういったリスクを取らなくてもお金が集まってくるのになんでそういうことをやるのかなっていうのがありますんで。あ、黒ね、うん、幹部としても聞いたこともない、聞いたこともないし、その必要性がつまりメリットよりデメリットが大きすぎる。オウム真理教ってのはなるべくあの極力他の集団を信じない。共産主義は物質主義で、自分の神様はしばしは嫌っていると、悪い存在だと主張してるんですね。その悪の国とは手を組まないという考え方が麻原にあるんですね。でその共産主義の強いまあ、北朝鮮とそれからまあ中国、これは悪の勢力と見てるんです。그러니까북한과의결탁은절대있을수없는일이지아그러니까돈이어마무시하게많긴많았던거는사실인것같아요굳이위패찍을필요없었다그러죠없을정도로그럼아까주간지에있던기사는뭐예요그건진짜마치현장에서생생하게들은것처럼나오지않았어요독일에는정교한임세기가있다